2018年3月29日17時59分東京マラソン財団は29日、2月に開催した。東京マラソンで集めた寄付金が合計で約4億1500万円だったと発表した。10万円以上の寄付で参加できるチャリティー枠を前回大会より1000人増の4000人としたためで、寄付額は約1億円増えた。この日東京都内で開いた理事会で、2019年大会のチャリティー寄付先団体を6つ追加することを決定。寄付先事業は15から22に拡充される、今、あなたにおすすめ。